だ。下がったな。お前はモーリアスを死ねえ。セザール、上からも来るぞ。フェルノーク王もお出ましか。二人揃ってダラル王の親衛隊ってところだね。侵略者の配下に成り下がるとは、貴様、王としての誇りは捨ててしまったようだな。殺す、ダラル王のため。殺す、ダラル王のため。なんだか様子が変だわ。正気を失っているみたい。とても説得できるような雰囲気には見えませんね。なら思い切ってぶっ飛ばすまでだ。行くぞ。導く悪魔の働きを追いやすいベルモンテ。こいつは厄介な組み合わせだね。力と速さのモーリアスを、呪文の使いでフェルノークを連携して攻められたら大変だわ。早くどっちかを倒してしまわないと。任せて。火炎切り。炎をね、切り裂いて。肩慣らしにもならなかったね。敵は我らに恐れをなしているぞ。よし、もう一押し。ダラルオン、親玉のご登場だよ。奴を倒せば俺たちの勝利だ。さっさと決着をつけて戦いを終わる。あれは魔物の扉、すごく大きいけど。来るぞ、なんだこいつ。ちょっと、こんな物でかいのは反則よ。何事にも常識的なサイズってもんがあるでしょ。まともにやり合うのは面倒な相手だぜ。あんたたちの仇は必ず取るからな。力を合わせたのに止めることすらできないなんて。なんとかしなきゃ。もう一度俺たちで突っ込んで。オレンカ王より伝令。速やかに国境地帯まで撤退せよとのこと。ふん、言われずともそうするほかない。急ぐぞ。来たか。モンスタリア地方とクレティアの境界だ。ここを抜けられちまったらあっという間にクレティアが陥落しちまうよ。そのようなことは許してなるものか。なんとかしてここであいつを止めるんだ。くそ、何かいい方法はないのかよ。一体どうしたらいいのかしら。あんなに大きな魔物、普通の攻撃じゃびくともしないわ。みんな落ち着くのだ。そなたたちに頼みが。今すぐ霊峰霊源へ向かってほしい。彼女の頂には古の大戦争を終結に導いた伝説の兵器が眠っているという。な、伝説の兵器ですって。それを手に入れさえすればあの巨大な魔物にも対抗できるだろう。ですが王様、魔物はすぐそこまで迫っています。山に登って兵器を探してる時間なんかありませんって。心配ない。私が時間を稼ごう。時間を稼ぐ？でもどうやって？ちょっとどこ行くのよ王様。俺か無茶だ。ジャイワールの若き王子よ、大切な民を守り抜くのが王というものだ。私には策がある。まさかあの方。ダメだ。ダメ。鬼でない。そなたたちには大事な使命を託した。一刻も早く霊源へ向かい、伝説の兵器を手に入れるのだ。我らの民を、国を、そして世界を守ってくれ。頼んだぞ。ご協力お願いします。めでとうございます。お気をつけて。ちょっと。ごきげんよう。まあまあ、またいらしてね。何か用かの？よし。